痛いところをかばって投げていたので体の開きが早く、打者も見やすかったと思う。球速は出ても球自体の質は本来のものではなかった。心の余裕もなく上がってしまっていた。ごまかしの効かない世界だなと思った。肘疲労骨折してたり、もともと肘ボロな上にプロで1年投げて WBC だもんな。壊れたまま投げさせてたって腹やばいだろ。ここから調整ピッチ上がったもんな。人災だろ。巨人原辰徳監督、あとは大勢だな。存在感は大きい選手、守護神の戦列復帰心待ち。まああとは大勢だな。リリーフは頑張っているとは思うけどね。やっぱり存在は大きい選手ですね。少しね。何を長くして待つんだっけ。首を伸ばす仕草をして、だいぶちょっと笑い。何笑てんねん。二軍でも打たれてたのに上げて炎上したからな。マジで名前と役割だけで采配してただろ。これじゃ勝ち消された戸郷がバカみたいじゃん。これが焼き畑野球やぞ。安倍晋監督からはしっかり直して来年から頼むよと声をかけられた。目指すのは負傷前より進化して戦列に加わることだ。しっかり直すことはもちろんですが、僕は戻るというイメージではやっていない。前よりも良くなるようにという思いでやっている。治ってないのかよ。払って辞める前に必ず投手陣壊していくよな。